美味しく食べながら痩せる食材、無印良品で選んできました。今回は魚の缶詰シリーズなんです。一つ一つあなたにお伝えしていきますね。で、この無印さんの魚の缶詰、もう何がその食べながら痩せれるかというその効果なんですけれども、まずこちら EPA と DHA という要は痩せるオイルがね入ってるからなんですね。で、あなたはこの痩せるオイルを取ることで腸内環境が整って、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をですね、まあ、元気にしていくことができるわけなんです。結果食べても痩せ体質になることができるわけなんですね。で、またもうここポイント、化学調味料、合成着色料、香料が不使用なのがこの無印さんの魚の缶詰なんですね。もうここすごく大事ですよ。もうまあ健康を害するというのもありますけれども、結局こういったものを取り続けてしまうと、あなたの腸やその肝臓にですね、すっごく負担をかけてしまう。結果あなたがいくら食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、そもそもその痩せる体質にこうならないわけですから、こう長期的にですね痩せることができないわけです。その先にはやっぱ必ずリバウンドであったりとか、その健康を害してしまう、まあ、そういったのがこう入ってないものを常日頃から選んでいただきたいなって思います。では早速一つ目ご紹介してまいりましょう。こちらです。無印良品のサバの、あのおっぽのお肉ですね、の水煮です。でこちら無印さんってですね、もうこうおしゃれですよね。もうこれ見てるだけでね、いつまでもこう飾っておきたくなるような可愛いこうパッケージなんですよね。もう本当もう私これの缶詰見つけた時もわあ可愛いと思って、もうさっと手に取りましたら、もう中身もいいじゃないですか。で、なんとこちら原材料チェックしてみると、サバの骨付きの、まあ、おっぽの肉、かっこ国産、と食塩だけなんですね。もう一切こういったのが入っていない。で、もちろんこういった EPA、DHA もたっぷり入っているわけです。で、この1缶あたりが190g なんですけれども、1缶でね、サバ缶はエネルギーが 234kcal、まあ、ちょっと高めですよね。ただタンパク質が豊富、 31.2g も入ってます。で、また脂質が 11.8g 入っていますか。少しやっぱりね、サバってちょっとオイリーなので、まあ、脂質が入ってますが、そのオイルといってもそのいいオイルですから安心して食べることができるんですよね。で、こちらちょっと読んでみますと、大きさにばらつきがあるためサバ缶では使いにくい尾に近い部分を集めて水煮にしました。骨まで柔らかく仕上げていますということで、もう私こちら食べてみたところ本当ね、結構ゴロンって入ってるんですよね。で、こちらが、まあ、ほんと柔らかくって、まあ、骨まで食べれるわけですから、カルシウムも取れて、まあ、私たちこう女性にとって嬉しい食材になりますよね。で、こちらの、ですね、缶詰なんですけれども、まあ、今回はですね、別動画でこのサバ缶を使った、まあ、美味しくてこう痩せる腸活レシピも今後お伝えしていきたいなと思っておりますので、お楽しみにされていてくださいね。じゃあまずはこちらサバ缶のご紹介でした。次2つ目いってみましょう。じゃあこちらです。こちらも先ほどパッケージと絵が似てるんですけども、可愛いんですよ。マグロの腹の肉の水煮なんです、まあ、マグロですよね。で、ここ載ってます。刺身用の切り身に加工するときに切り落とされてしまうマグロの腹身を、まあ、腹の肉ですね、を水煮にしました。骨まで柔らかく仕上げていますということで、まあ、先ほどのサバもそうなんですけれども、まあ、今からもう一つお伝えする缶詰もそうなんですが、あのフードロスにねすごく貢献されている缶詰なんですよね。普通だったらこう使えないような、こう捨ててしまうようなところをしっかりとこうフードロスにならないように無印さんは取り組んでいらっしゃるというところも、私すごく共感して応援したくなっておりますので、今回この動画を通じてお伝えしたいと思ってるんですね。やはりそのもう本当にフードロスってなんとかねしたいなって思うじゃないですか。食品、食べ物を、命を無駄にしないっていう点でも私すごく応援しております。では裏見てみましょう。こちらも1缶あたり 190g です。で、エネルギーは先ほどのサバ缶と比べたらもう全然違うんですね。ほぼ半分ですね、もう半分以下
先ほどは234キロカロリーだったんですけれども、このマグロになった途端ですね、139キロカロリーでもダウンで、プラスタンパク質は先ほどよりも高いんですよね、 33.3g です。で脂質もゼロ、脂質がゼロってすごいですよね。先ほどの、サバ缶は 11.8g 脂質が、まあ、油がね入ってたんですけれども、こちらはゼロ、まあ、要はこう油分ですね、脂質がゼロなんです。でもこういった良質 のオイルは取れるわけですから、まあこれはありがたい缶詰ですよね。でこちらのマグロ の缶詰レシピも、まあ、今後お伝えしていきたいなと思っております。なのでもしあなたがそのダイエット目的で美味しく食べながら、まあ、普段こうお魚って取りにくくないですか、こう焼いたり煮たり下処理したり結構時間かかって大変ですよね。その時にこの水煮の缶詰を使うことで、もう時短ですよ。もう本当にね、もう私も大好きな時短メニュー、簡単で美味しくてもう健康に腸活にバッチリというメニューが私大好きなので、ぜひこの缶詰を使って手軽に普段こうなかなか取れないお魚取っていただきたいなと思います。ですから先ほどのまあサバ缶に比べるとマグロの方がまあカロリーも少なく、しかも高タンパクであって脂質が 0g ですから、おすすめですね。ダイエッターの方にはおすすめ。では最後3つ目いきます。こちら小米の水煮缶です。で小米ってなんだろうってね、こう聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、北海道なのでよく食べられているこうタラの、まあ、お魚のこう一種なんですよね。で大体ねこう干し物にされてこう召し上がっていらっしゃるみたいなんですけれども、ここにも書いてあります。ちょっと読みますね。干し物にするには大きすぎて弾かれる小米、かわいそうで弾かれちゃうんですよ、ダメだって。でその弾かれた小米を食べやすいようにこう丸ごと水煮にしてくださってるんですね。で骨までこれも柔らかく仕上げていますということで、これすごくね、あの私も食べてみたこう淡白なこう白身のこうほんとこう淡白な味なんですよね。もっと裏見てみましょう。栄養成分1缶 190g あたり、エネルギーがなんとですね、カロリーがたったの98キロ。もうどれだけね、高タンパクでその低カロリーかが分かると思う。 高タンパクで、低脂質、これ脂質 0g なんですね。これすごくいいです。でこちらはほんとこのままちょっとこう水を切っていただいて、今食塩も入ってますからね、これも小麦加工国産と食塩しか使われてません。もう完全こちら無添加なんですよね。でその時に私はあの水菜とかあのサニーレタスとか、要はこうお野菜サラダにパパッと水を切ってかけて召し上がっていただくだけでも、もうほんと簡単なですね、腸活サラダレシピ出来上がってしまいますか。もうこれぜひぜひおすすめです。もう気軽にお魚が取れるってありがたいですよね。もうほんとしたらもう下処理なしで、あ、であのちょっと私ね、魚の匂いがこう香りが、うん、臭みがこう苦手なんですっていう方いらっしゃると思うんですけれども、簡単に一瞬で魚の臭みを消す方法があります。それをここでちょっとお伝えしますね。あのレモン果汁です。レモン果汁 100% あの香料とか生えてないものですね、をパパッとかけていただくと、まあ、ちょっとパッと色も変わるんですけれども、ほんと臭み取れますから、お魚の臭みがこう苦手な方っていうのは、例えば先ほどお伝えしたサラダレシピにこれを水を切ってかけた後に、そのレモン果汁とオリーブオイルのドレッシングかけて召し上がってみてください。あとはこうミルでこう振りかけるスパイスとかでこう手作りドレッシングでいいと思うんですけども、ほんとね、魚の臭み一瞬で消えます。ぜひ試してみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめは、無印良品さんで買える完全無添加のダイエット向きの魚の缶詰を3種類ご紹介しました。でカロリーは高い順から、マグロが1番でしたよね。あ、すみません、サバです。サバが1番、サバが1番カロリーが高くって、次にマグロで、最後1番カロリーが低いのが小米の水煮でしたね。で、ですね、このサバ缶だけは脂質が入ってたんですけれども、他の2つは脂質ゼロですから、脂質カットということでダイエット向きの缶詰です。でまた臭みを取るときはレモン果汁でしたね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。
で、またファスティングご興味ある方ですね、私ダイエット指導もしておりますので、こちら詳細欄のリンク貼っております。ご登録後直接1対1でやり取りしておりますので、必要な方はおっしゃってください。で、またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。